すごいめっちゃ人やな。いやこれって女の子と来るべきなんじゃないのかな。見てください。そしてほらあの鼻のところにほらハートのマークですよ。わかります？あのピンク、ちょっとわかりにくいかな。ピンク色のこう花が一面にあって、なんか白い部分があれ、例えばハートマークになってるんですよね。あのピンク色の花と白い花でこう分けてて、白色が多分あれハート型になってますね。ちょっとわかりにくいと思うんですけど。ほら。意外とロマンチスト。いや別にそんな俺ぶっちゃけこういうとこ来てもそこまで。おお。あ、匿名の方 DJ あれです。ありがとうございます。ラベンダーじゃなくてこれ芝桜らしいです。これラベンダーかと思ってた、ずっと。あ、書いてある。芝桜だって。芝桜、多摩の流れ。話の部下、フロクス属。芝桜の園芸品種で、花は白色にピンクの符が入っていますだって。あ、なるほど、本当だ。本当だ。なんか周りが白いんですけど、中にこうピンクの線みたいなのが入ってる。ほんまや。あ、匿名の方 DJ アレス。すげえ、なんかこんな話、花初めて見たかも。触れてないっすよ。ほら、このなんか白い花がなんか白いんですけど、こうなんか中にこうなんかピンク色のなんか線みたいなのが。でつぼみんところもなんかこう赤くなってるね。つぼみみたいなとこというか。寒いな、ちょっと風が寒い。もっと厚着で来ればよかった。風がちょっと寒い。マスク越しでも花の香りがすげえ伝わってくるというか。風寒いね。これって女の子と来るとこなんじゃないのかな。氷はここ売ってないんじゃないのかな。てか寒いし、長トロなら売ってると思うんですけど、ここは多分ねかき氷なさそうじゃないかな。かき氷食いたいけどね。ここの白いとこがなんかハート型になってるんですよね。ちょっとわかんないと思うけど、ハート型みたいになってる。ラベンダーソフト、あ、いいね。ラベンダーソフトとか食いたいですよね。ちなみにこれラベンダーじゃなく、あの芝桜らしいです。芝桜マックダニエルクッション、話の部下フクロス属、芝桜の園芸品種で、花はピンクの、なんて読むのか、台輪って読むのかな。大輪かな。大輪。まあ木ですね、普通に。わ、
か女の子がいる。なんかこういうところ、こういうところにいる若くて可愛い女の子は惹かれるんだ、なんか。わかんないけど。なんかめっちゃ、なんだろう、なんか花が好きな人になんかあんまりさ、悪い人はいなそうなイメージが。いや、なんとなくなんだけど、例えばさ、ふわっちにさ、はびこるさ、女ってさ、大体ゴミみたいな女ばっかじゃん。で、あの人たちってさ、絶対花なんか興味ないじゃん。絶対なんか、人の揉め事は好きでも、なんか揉め事は好きでも、多分花とか興味なさそうじゃないですか。ふわっちの人たちってもう、だからその時点でもう除外されるんですよ。なんか普通に花とか好きで見に来る女の子ってなんかいい人多そうだもん、なんとなくのイメージだけど。絶対興味ないでしょ、ふわっちの人じゃんって、花よりもめ事だよね。花壇ならぬ花いやでも花より男みたいなとこあるよね。ある意味花壇っすけど、花なんかよりだってもう男となんかラブホ配信とか男取り合ったりとか喧嘩した方がそっちの方が好きでしょ、だって。花よりだもんって感じでしょ。すげえ匂いすごいな、マスク越しでも匂いわかるからね。丸出しタイヤ、おっぱい丸出ししてバンアタックするやつもいるからね。あー、すごい色濃いな、これ。この色が濃い。すっげえ匂い、やばい。匂い超する。鼻の匂い、やっぱこんだけ鼻だらけだとね、鼻の匂いがえぐいぐらいしますよ、これ。マスク越しでもわかるもん、なんか鼻の匂いが。芝公園は都内か。秩父の羊山公園、芝桜。ここなんかすごいぎっしりだな、ここ。すっげえ匂いする、花の。あ、ラジオどうも。そうだね、ちょっと坂っぽくなってますね。まあ、それはあのこう見た目のためなんじゃない？いや、そうでもないか。純粋な段差がこれ。あ、でも段差があった方が見やすいもんね。こう見やすいっていうか、なんつうの、遠くで見たとき、全体見渡したときにこうなんか見やすいと言いますか。よっ、こいつの10って何なの？ああ、これはね、はじめ社長の畑、今までドってやってたじゃないですか、土曜日のドに。土なんですけど、あれってはじめ社長の畑っていうのがあって、そのはじめ社長の畑のメンバーがツイッター更新するんですけど、その時あの多分ね、畑だから土から取ってるんだと思うんですけど、なんとかなんとかするドって言うんですよ。そうだ、それだから今までなんとかなんとか取って、それままね、はじめ社長リスペクトしてね、それパクってたんですけど、別に面白いとは思ってないんですよ、それ。ただなんかはじめ社長の真似をちょっとしたいなっていう、リスペクトしてるから。だから今までドだったんだけど、それがね、はじめ社長の畑が、あの、改名して